愛知県蒲郡市の学校。放課後、生徒が向かったのは校内にある売店。全寮制の学校ということもあり、食べ物以外にも日用品などを販売しています。校内の売店と聞いて我々が思い浮かべるのは、小銭を握りしめてジュースやパンを買いに行く様子ですが、すごいスピード。この学校、品揃えがいいだけではなく、もう一つ違う点が。なんと顔をかざして購入。こちらの売店では顔認証を活用した決済システムを導入しているんです。レジで顔をかざすだけで決済できるシステム、昨年の10月から導入され、学校によると教育現場では初めての取り組みだといいます。事前に利用者のクレジットカード情報などを登録し、顔情報と紐付けます。この学校では顔認証の後に暗証番号を入力し、セキュリティを強化しています。実際に利用する生徒は、手ぶらで買い物できるっていうところがとてもいいなと思っていて、そもそももうカードさえ持っていかなくても買い物ができるっていうところで、素晴らしいシステムだなと思います。新しい未来を見てる感じで、ちょっと面白いなと思います。学校側にはこのシステムの導入にある狙いが。一足先にこういった先進技術にですね、触れて将来社会に出た時にですね、独創的な、そういった発想力とか、また想像力ですね、そういったものが発揮できるようにって形で、提供したいという、そういう思いがあってですね。教育現場への最新技術の導入、現代社会で活躍していく感性を身につけるためにも必要になってきそうです。はあ、すごいですね。どんどん進んでますね、システムが。いや、福さんいかがですか。なんか2年ぐらい前から、この顔認証で決済ができるシステムっていうのが始まったっていうのは知ってたんですけど、まさか学校のその教育現場で使われるっていうことが起こるんだっていうのにちょっとびっくりしたの。福さん決済しようと思って、ここでマスク取ったら、あ、鈴木福さんだって、みんなこうね、集まってきて、ね、まあそこは別に大丈夫だ、決済できればいいっていう、便利ですよね。まあ、実はね、そのような教育現場のデジタル化という意味では本当に進んでまして、例えば、デジタル教科書、そして一人一台タブレット端末を持つあと黒板まで電子化ということなんですね。このあたりのデジタル化はどうでしょうね、聞いたことあるという方も多いかもしれません、どうでしょう、福さん今高校生、このあたりは印象いかがですか。そうですね、うちの高校は教科書は紙ですけど、タブレットとかも最近始まりましたし、黒板に関しては、もう本当小学生の時から電子黒板と言いますか、黒板にプロジェクターがしっかりついていて、で教科書とそのデジタルとの融合じゃないですけど、小5ぐらいのタイミングでタブレットがハンデ1台みたいなところから始まって、後輩たちの代で一人一台になっていったって感じなので、確かに VTR 見てても誰よりも驚いてなかったんですよね。だから我々は驚いてましたもんね。驚いてるので年齢が分かっちゃうっていうのね、これ。そうですね。で、やっぱりこうやってデジタル化進みますと、逆に紙の教科書とデジタルの併用で荷物の重さなども実は課題になっているというところもあるみたいなんですね。でさらにこんな行事までデジタル化されているようなんです。映像あります。こちらご覧いただいて何の様子か分かるでしょうか。こちら実はインターネットの学校 N 校では、仮想空間メタバースで入学式を実施したり、 VR による授業が導入されているということなんです。入学式までメタバース、女さん、でも遠くだったり、例えば病気で、ね、外に出られない人などが、こう参加しているという気持ちになれるというのはすごくいいですよね。そうですよね、進んでますよね。ただこういったインターネットの高校だけではなくって、愛知県教育委員会によりますと、愛知県内の不登校特例校、こちらですね、あとは県立日進高校でも仮想空間でのメタバース授業を2026年4月から導入を検討しているということなんです。ですから不登校の生徒が学校に行くきっかけ作りとして導入できたらということです、教育を受ける権利というのは、ね、こうみんなにありますから、こういうものを参加しやすくなるというのはどんどん進んでほしいですね。